僕70代出た時に痛感したこと、はいはい、やっぱりゴルフは技術じゃない、はい、ゴルフ場を選ぶことだということでですね。そうなの。そうなんです。うまい。完璧。きたー。だらだらだ、きたー、ナイスパー。よく入れたね、今の。いやいやいや、これ僕の普段通りです。全然普段通りです。やったー。完璧やろ。一番いいとこですよね、多分。ちょっとラフ。ちょっとお気に入ったうちの先輩のちょっとちゃんと整えたってください。お気に入った。いやいや、距離的に OK でしょ。気当たるかな。よー飛ぶな、ほんまに。4番。よし。いや、初めて1打目が OB じゃなかった感じ。あ、2回目か。さっきパー取った時ね。だ、次乗せて。確かにね。ね。うわー、右行った。エッジまで100。すげえ長く見えるな。ダフったー。鬼ダフり。力みすぎた。まあ乗ったからいいか。うわ、こう入ったもんな。こっちこっちね。こうね、こう。なんで力むねん、こんなとこで。すみません、ありがとうございます。どんまい。パーチャンス、バーディーチャンス。いつでも。失礼しました。いつでも。あー、ざっくりした。うまい。山田さん、入んないです。来た。あー強いね。寄れば。うわー来たー。ごめん、かぶってしまったカメラに。入れへんやろって思って、ごめんなさい。入れへんやろと思ったら、ごめんなさい。なんか、お、来た。うわっ、もったいねー。まあ、しゃない。ボギー。スリーパット。右か。カラスやな、今の。絶対ね、アキちゃん気にさしたもんね。気になった。今泣け、今泣け。アキちゃんがアドレスに入ったから泣け。距離は悪くないんだけどな。絶不調ですね。シャンク、今の。シャンク、シャンク右向いてる。いや、今言うとあれやから、終わってから話しましょう。ね、ね。ああ、お、うまい。ピッチング？ピッチング？56。すげえな。なんであんな転がんの？ん？下ってるかな？気持ちで押しましたよ。それやな。俺もそうしよう。
弱いか。弱いよな。じゃあお先。あ、切れた。引っ掛けたね。ボギー。ボールの位置か、今のは。なんでこんな構え方すんねやろ。もうどこ行くか分からへんもんな、自分で構えてて。うん、ね、うん、そうや、なるほどなるほど。専属のマネージャーになってもらおうかな。メンタルのライブ前に同じこと言ってもらおうかな。ナイスショット。飛びすぎかな。突き抜けた左。あ、いいんじゃない。結構飛んでんな、これ。右行ったらちょうどよかったね。キャディーさんがまたドライバー持ってる。行きましょう。アキちゃん、いやいや、これ右曲がるのここでしょ。だからただあのこう右はあかんよ、アキちゃん。こう右はあかんよ。こう曲げてくれたら。ここで打たない、いつ打つんですか。うわ、来た。あ、突き抜けたんじゃない、これ。いや、完璧完璧、アキちゃん。整えてきた。いやいや、ほんと今日初めてまっすぐ飛んだね。ね、狙ったとこでしょ。狙ったとこっていうか、もうまっすぐ飛んでくれっていう気持ちだけ。ずっと気持ちの話。ねね、気持ちでグーッ。いやね、うん、俺だってさっきのパター気持ちでグッといってないもん。オーバーしたらどうしよう、オーバーしたらどうしようって気持ちでグッと後ろにしてるからね。先がどうなってるのか、これ。あの2つ目のバンカーの右は少し傾斜で下っていきます。ああ、なるほど、はい。左は絶対ダメです。ネット張ってありますけど、下空いてますから全部OB入ります。あの言い方は絶対にあかんやつやな。絶対にあかんやつやな。こっちじゃないな、ほんなら。無理はしないね。ここは絶対に無理しないとこ。コースの優しいって何なんだろうな。確かに。だからキャディーさんがすごく優しい。打ってる。待ちましょう。ほら優しい。ほら優しいキャディーさん。だって乗せるもんね。え？煽ってる。いや、今日だってまだ3オーバーなんで、ちょっとそっとこう。3パット2つでですからね。3パット2回あったので、3オーバー。じゃあもう実質パワープレイだね。実質ってあるんですか。完璧。ちょっとやばい。大丈夫。あ、ガサガサ言った。こういうの打ちにくいな。うわ、引っ掛けた。あ、セーフ。あー、バンカーセーフ。セーフバンカー。うん、いや、あれ突き抜けるよりいいですよね。はい、いやー、なるよね、なるよね。鬼ダフリ。どうしたん今日。5センチダフってる。これよ、ここでこれしたらあかんねん俺。何してんねん。うまっ。うん、これ一番難しい。こうなんか
ハーフトップありますよ。こっち飛んでくる可能性ありますよ。ほら、ね、あれあるから、あそこの傾斜は。見た。うまい。伸びろ。ナイス。ここやね、キャディさんね。はい。でも、もうちょっと優しかったね。ちょっと待って。もうちょいかなって今見たんだけど。はい。もう一回見ます。はい。入れたらまたパーなんで。よし、ナイスパー。もう深く考えない。いや、寄せ腕でなかなかすごい。いやいやいや、ね、いや。こんなもんですって。こんなもん。こんなもんです。いつもよりパター悪いぐらいです。もう刺してる時からおかしかったもんね。ね、分かった。なった。いや、心がなんかおかしかった今。バンカーか。あー、セーフ。気に当たったから助かりました。ケイさん、あれ何ヤード見た目？うん。30ヤードね。あんな短い距離ですげえ効くんですけど、そんな25ヤードと30ヤード打ち分けれんのかな、距離で。難しいな、あれ。あれは難しい。 うまっ。でかい。止まる。ギュッて止まる。止まれへん。あかん。頭突っ込んだからか。もう一回やらしてほしいな、今のとこから。あれ、あと2つ？そうです、これと2つです。いけー。いや、あの、あ、ここに当たってるね。お先です。それ外さないでよ。いや、俺あるんですよ。よし、ボギー。打っちゃダメだよ。ほら、アキちゃん打っちゃダメって。もう打っちゃダメ、もうアキちゃん。あれ、始まった。終わりました。スリーパットはダメなのにな。最終です、先生。最後パー取って終わろう。そうですね。雨も降りそうだし。ほんまや。いや、左引っ掛けた。いやだ、そこ OB ちゃん。大丈夫じゃない？あそこセーフです。あ、突き抜けた。あー、危ねー。ナイス。いや、結果オーライの完璧なとこでしょ。あ、バンカーか。出た？はあ、難しいなゴルフって。あんなんなるんやったら最後思いっきりカーボンのやつで打ったよかった。いやいやいや、黒さん、まだチャンスあるんで。キャディさん、ここワンオンした人います？ここはいない
ないですね。って言われたらさ、俺ら初めての人になれたのに。いやでも360ぐらいある。思いっきり当たりゃ飛びますよ俺。思いっきり当たれば10回打ったら一発ぐらい。380あった。あ、380は無理やな、うん、でもフォローでしたっけこれ今。気持ちないないか。380はちょっとないか。全てドライバーのミスも今日今みたいなやつが続けばな。え、今のもう最悪ですよ。あっちよりは結果オーライね。この辺行った。ここはセーフなんですか。そうなんです、ここセーフなんです。あら、あ、それです。うわー、地獄やなこれ。出すしかないもんね。出せるとこに出してください。後ろも結構です。いや、そっちやな。うわー、地獄だ。いや、ナイスアウト。よし、うまっ。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。なんかそこに当たりそうだけど。いや、あれはハーフトップやもん。いや、今もうボールはここまで来たから。当たったら今日アキちゃん中止ですよ。もしくはバーディー扱いしますよ、当たったら。うわー、全部薄いもんね。しゃー、うわー、いいの来た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 、よいしょ。はい、ありがとうございます。8番8番キャッチさん、はい、今何打目ですか。4打目。そうです、そうです。アキちゃん、アキちゃん、数えたらダメ。終わってから数えるのモチベーション下がるでしょ。いや、俺のゴルフこんな感じじゃなかったのに。俺の三浦技研の本領発揮見せる時が来たな。おかしいな。またダフってない俺。でもいいんじゃない。はあ、終わっちゃいました今日も。今日一番最長のパットかもね。そうですね、まあまあ遠いよね。アキちゃん、こういうのタイガー入れてましたよ。これ入れたらどうします。これ入れたら、うん、ちょっと待って。なんか欲しいもあります。曲がらないドライバー。あ、オッケー、了解です。一応探します。あったら俺も買いますけど。うわー、でもいいタッチ。最後はこれでバチッと決めて、お疲れ様でしたっつって。弱くない？弱いし、なんかここ当たってますよ俺、さっきからずっと歯に。うわー、すごっ。いや、あそこから2パットって、ね、いや、ほんまにすごい。よし、お疲れでした。お疲れでした。お疲れでした。1、2、3、4、2パット、ダボ最後。ダボはダメ。ダボはダメ。あー、結局出ず。30代。40? 42。ダメだ。いや、そんな打たないクロちゃんは。ねえ。いや、あのパターがパタ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 って言い出してからおかしになったんですよ。アキちゃん、最後何も。最後はダボ。ダボ、ダボはダメ。今日はハーフだけということで、はい、ハーフで良かったですね。良かったです、ね、緊張してたかも。今日2時間前に来ちゃったのが良くないかもね。やったことないことしたみたいな。確かにね、うん、ちょっと早く来すぎたかもね。いや、すごい早く来て、
皆さんもびっくりしてたもん。あれもう来たんすかみたいな。確かに俺ゆっくり来すぎたかもね。パターンの練習してないしね。なんであんなにパターン入れへんのやろ。どうでしたかここのコースは。コースはコース、そうですよ、関東随一の。僕はでもやっぱり何が優しいか分かりましたよ。スコア悪くてもこっから帰りキャディーさんが慰めてくれるもん。コースの良し悪しでスコアは変わらないっていうことですね。